皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2020年の10月の2日金曜日ですね。時間が珍しく早めにですね、日本時間の夜9時15分ということで、めったにないんですけど、ほぼ予定通りの時間で、放送開始できますということです。今日のワイワイニュースライブの通算がですね、3088回目というふうになっています。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、この間ずっと同じテーマで続きでやってるんですけど、今日はナンバー3ということで、我々の革命、市民革命政権が目指す共生共有人間資本主義社会とは何かということです。今日のメインテーマですね。今日金曜日の放送を始めたいということで、第1部、私の情報発信活動で今日の配信妨害ということで、昨日の木曜日の放送には配信妨害がありませんでしたということで、ひどい配信妨害だったのが先週の水曜日の英日語放送かな。今日は早いんです、はい、たまには早くですね、NHK の9時のニュースに合わせてワイワイニュースも9時、開始、普通は開始なんですけど、だいたい30分、ひどい時は1時間とか1時間半遅れますけどね。内容はともかく圧倒的に NHK のニュースに負けてんだ。その開始時間が、彼らは本当9時ぴったりですからね。9時0秒で始まりますんで、内容はもう全然ひどいもんですけど、唯一、開始時間で負けてるということです。ということで、先週の水曜日ですよね、英日語放送で突然30分で遮断されて、再開したんですけど、音声が特殊効果でですね、ほとんど何言ってるか分かんないと。なんか同じ音声を繰り返してダブらせるような新しい技術を彼らは開発したみたいですね。ということで、2回目も4分ぐらいで、終わらせたんですね。ひどいもんですね。でそれ以降配信妨害がないんですよね。今日もないってことを願いながらですね、今日金曜日の放送を始めたいということで、今日のワイワイニュースライブテレビ放送ですね、これは金曜、昨日の木曜日の不都合ラジオ放送、これを昨日の午前中配信したんですね。YouTube とツイキャスで、そしてツイキャスで、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが25から YouTube が32で合わせて57ということで、まあフランス語放送ですんでね、まあこんなもんだと思いますけどね。次に昨日の夜の日本語放送のメインテーマ、続きですね、我々が生活している超金融資本主義を終わらせ、共有共生人間資本主義に転換する方法とはないかと、このナンバー2だったんですね。それをツイキャスと YouTube で、ライブ中継および録画配信をしたということで、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが202名様から YouTube が32名ということで、合わせて234ということですね。そして、ブログ記事の配信作業ですね、今朝、昨日の放送のメインテーマをブログ記事化したということで、です。そして、昨日の段階での私のブログサイト、杉並からの情報発信ですへの訪問者数ですね、これが IP アドレスが982と、からページビューが4193というふうになっています。
今日は早いんです、たまには早く、開始しないとですね、まずいんじゃないかと思ってますね。だいたい金曜日はあの週の週末ですんで、だいたいあのメインテーマがほぼ確定してるんですね。で月曜日っていうのが一番遅れるんですよね、ということです。そして第2部、私の主張、今日のメインテーマですね、続き、我々の市民革命政権が目指す共生共有人間資本主義社会とは何かと、ナンバー3です、これに入りたいということで、人間は物質イコール資本に 100% 依存しなければ生存できない生き物である以上、資本主義は永遠に続くと。で変化するのは資本主義の各段階なんだと。でマルクス・エンゲルスの唱えた共産主義革命の理論によると、共産主義革命を起こせばですね、ユートピアが生まれると。資本階級、資本家、資本階級からの搾取も支配もない、共産主義社会に、転化するんだというふうに、まあ、我々は洗脳されてきたんですけど、よく考えるとそうじゃないんですよね。資本主義社会っていうのは、資本主義っていうのは永遠に続くわけですよ。人間が物に 100% 依存する存在だとこういうことである以上ですね。で変化するのは各段階だということで、それじゃあその資本主義の各段階とは何かということで、まあこれ繰り返しになりますけど、第1段階から第2、第3、第4、現在の超金融資本主義段階というのは第7段階なんですね。で我々が市民革命によって、この超金融資本主義社会を打倒してですね、解体して新たな第8段階、共有共生人間資本主義、その段階に進まなければ大変なことになるというのが、まあ、この間のずっとテーマなんですけど、それじゃあ資本主義の第一段階とは何かというと、まあ、一番原始社会、原始社会ですよね、採取すると、あるいは狩猟するという経済ですね、自給自足物々交換経済と、から第二段階は農業を始めると、原始農業経済ということで、自給自足物々交換経済で、社会で、まあ、通貨貨幣ですね、物を交換する手段として、通貨、一番最初は、まあ、石とかですね、大きい石、あるいは金属だったら銅貨なのが貨幣として流通し始めたと。から第三段階の農業資本主義と、これは農業経済が発達すると、その中から、まあ武装したですね、封建領主が登場して、彼らが土地を独占すると。そして農民から農民を支配して、いわゆる封建社会を作った時代ですね。でヨーロッパ各国には世俗権力としての絶対王政と、から神権としてのバチカン教皇権力、宗教権力の二重支配が確立したんだと。でその第三段階の時に、金細工師という金をですね、細工して、まあ、ペンダントとか置物とかを作る金細工師が登場して、彼らはまあ、金を保管するために、頑丈な金庫を持ってたんですね。でそこに金持ちたちが自分の金とか銀とかダイヤとか宝石なんかを預けたんですね、金庫代わりにして。でそのうちに、そして預かったものの預かり証っていうのを発行したわけですよね。でその預かり証が徐々にですね、市場の中で、流通し始めるということが始まったんですね。でその預かり証が流通、かなり広範囲に流通するということだと、
現在の紙幣の始まりが始まりだったということで、農業資本主義の段階なんですね。で、第4段階、農業から商業が生まれるということで、農業資本主義経済の発達から登場した商人がですね、商品生産と流通を支配すると。で、消費を拡大させて商業資本の蓄積を実現したということです。ですから金細工師が自分が預かったものの証文として預かり証を流通 し始めると、それが大規模になって、結局金を貸す金貸しからですね、銀行からになると。で、 金貸し証文から紙幣とない市場で流通したということで、1694年に世界で最初の民間銀行、イングランド銀行が設立されたと。これが商業資本主義の段階ですね、第4段階。そしてその商業資本主義がさらに発展して産業資本主義になると。で、銀行がですね、信用創造によって紙幣を発行すると。それが大規模に発行し始めて、それが産業の育成と拡大に投資され、実体経済が飛躍的拡大を拡大したということで、これが産業革命なんですよね。これが第5段階で、第6段階はその産業革命から金融資本主義が登場するということで、銀行の信用創造による紙幣マネーが激増して莫大な投機マネーを生み出し、投機マネー経済が実体経済を凌駕したというのが金融資本主義と。しかし、その金融経済の規模っていうのは金本位制ですから、経済規模っていうのは金の総量に制限されてたわけですよね。で、欧州ロシア時計っていうのは1815年にイングランド銀行を支配したと。そして1913年に米国に中央銀行、連邦準備制度理事会 100% 彼らの民間銀行を中央銀行として謀略的に設立したんですね。そして彼らの念願であった米国における通貨発行権と管理権を手中に収めたと。これなんですね、金融資本主義のメルクマールが1815年の FRB の謀略的な設立なんですね。そして第7段階、現在我々が住む第7段階の超金融資本主義の段階と。で、これは何かというと、1971年ですね、アメリカのニクソン大統領が突然ドルと金の打艦停止を発表したと、いわゆるニクソンショック。これによって、いわゆる投機マネー経済と実体経済の経済規模が、今までは金の総量に規制されたんですけど、打艦が廃止になったということで、まあ、停止って言ってるんですけど廃止なんですよね、なったということで、経済規模がですね、金融経済の規模が無限大になったと。金の裏付けがなくて、自分たちの好きな額、好きな量、数量をドルを刷れると、円を刷れると、ユーロを刷れると、ポンドを刷れると、そういうふうになったんですね。で、それ以降、この各国の中央銀行を支配している通貨発行権と管理権を支配しているロシアと国際金融マフィアが、政府に干渉されることなく紙幣マネーを大量増産して莫大な投機マネー市場、博打経済、金融経済を実体経済の数十倍規模に膨張させたと。これが今我々の住んでいる超金融資本主義の第7段階なんですね。その結果、世界各国で人々の役に立たない、役に立ち価値を生み出す実体経済が価値を生まない博打経済である金融経済に破壊されたということだね。その結果、貧困、戦争とテロ、地球環境
の破壊が世界規模で拡大再生産されると。その根本原因というのは金融経済の膨大な実体経済の数十倍規模に膨らがり、実体経済の生み出す価値を簒奪して自らが膨張し続け、実体経済を破壊している、金融経済そのものなんですね。で、我々が目指しているのはその次の段階なんですね。第8段階なんですね。これは共有共生、人間資本主義ということで、独占に対して共有すると。から、共に生きると、共生なんですね。差別しないと、共生社会。そして人間中心と、金が中心じゃない世界ということなんですね。で、マルクスとエンゲルスの共産主義革命理論には金融がどこにも出てこないと。不思議なんですね。商品から始まって、資本家とか資本家階級による搾取支配は出てくるんですけど、銀行の話からマネーがどのように生まれるのかと、あるいは金融経済がどうなってるのかということは、どうにもかかるというのは資本論にも出てこないということなんで、これは不思議なんですね。で、マルクスとエンゲルスの共産主義革命理論というのは、労働者階級を支配し搾取するのは資本家階級であると主張してたんですけど、不思議なことに金融が労働者階級を支配し搾取する主体であるということはどこにも書かれてないと。なぜなんだということでしょうね。で、マルクスとエンゲルスの共産主義革命理論は、労働者階級が資本家階級を打倒して私有財産を放棄して共産主義革命を行えば、資本家による支配と搾取のないユートピアイコール共産主義社会が来ると主張して、世界各国で共産主義革命を起こしたんですね。しかし、共産主義革命を成し遂げたソ連、東欧の社会主義諸国、中国、北朝鮮にやってきたのはユートピアではなくて、放棄された私有財産を独占支配した共産党エリート幹部による一党独裁社会であり、全体主義国家だったと。で、結局のところ、マルクス・エンゲルスの共産主義理論って一体何かというと、それは労働者階級を騙してですね、すべての私有財産を放棄させ、共産党に譲渡させるための騙しの革命理論だったというのが、まあ、私の結論ですよね。今でも、まあ、このマルクス・エンゲルスの共産主義理論を信奉しているマルクスボーイはたくさんいるんですけど、彼らの根本的なところで考えを改めないとダメなんじゃないかということなんですね。それじゃあ、我々が市民革命によって実現を目指す共生共有人間社会主義社会とは一体どのような社会なのかということなんですね。で、この共生共有人間資本主義社会っていうのは、狩猟搾取社会から数えて8番目に当たると、資本主義の8番目の段階だということで、まあ、私が考える20の社会なんですね。権力による支配と抑圧のない自由な社会と、2番目、権力による搾取と貧困のない豊かな社会と、3、権力による差別と選別のない平等な社会、4、権力による洗脳と嘘のない正直な社会と、5番目、個人の生命と生活と尊厳が守られる幸福な社会と、6番目、兵器と戦争とテロと庶民、難民のない平和な社会と、7番目、人間、女性、高齢者、子供ですね、子供、女性、高齢者、障害者、低所得者などの弱者が守られる安心社会と、8番目、人間の命と動物、植物の命と自然が守られる持続可能な社会と、9番目、権力犯罪と権力乱用が
摘発され責任者が処罰される社会正義が貫徹する公正な社会。10番目、真実と事実のみが語られるタブーのない開かれた社会。11番目、国民の知る権利と学ぶ権利が保障される知的な社会。12番目、民意が直接政治と行政と司法に反映される直接民主主義の社会。13番目、金持ち政治家公務員らの特権を認めない平らな平等な社会と。14番目、中央集権を否定し地方分権を保障する分権社会と。10番目、憲法と法律のみが社会規範として機能する法治社会。16番目、国民の上位に位置する天皇や国王を認めない主権在民の社会と。17番目、人間の上位に位置する神と神の代理人を自称する法王や教祖を認めない非宗教社会と。18番目、自国のことのみを考えるのではなくて、全世界の国々が同じように平和で豊かで人間の尊厳が守られる社会となるように努力する世界市民の社会と。19番目、核兵器やミサイルや戦車や爆弾や自動小銃や爆撃機や戦闘機や空母や潜水艦や化学兵器や細菌兵器や気象兵器などの戦争兵器と大量殺戮兵器と兵士がいない 無戦争社会と。20番目、国の経済は人の役に立ち価値を生み出す実体経済が主体、人の役に立たない価値を生まない博打経済である金融経済が大幅に縮小される人間中心の社会であると。ちょっと長かったですけど、まあ私の考える我々が市民革命によって実現を目指す共有共生人間、共生共有人間資本主義社会の具体的なイメージですね、というのが今日のメインテーマでした。砂ずきんさん、騙して、財務させる、どっかで聞いたような話ですが、そのなんとかが創価学会は共産主義と同じなんですよね。だから宗教なんですよ。共産主義ってのはマルクス・エンゲルスが唱えたカルト宗教なんですね。例えば共産主義政権でも権力の本質からは逃れることはできないと。そうですよね。例えば共産主義政権でもチャウシェスク政権のように腐敗したり、北朝鮮のように世襲になったり、中国のように香港の民主を弾圧したり、流れない水は腐るということですよね。からジョシュア・マーティンさん、お茶爆店お疲れ様ですと。それから砂ずきんさんですね、初めてご覧の方へということで3つのメッセージを今日もアップしてくれました。1、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団荒らし行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますと。から2ですね、初めてご覧の方へに、このキャスは土日を除きウィークデーで祝日を含み毎日放送と。水曜日は隔週で英語とフランス語と日本語の2カ国語で放送してますと。加工動画は YouTube でご覧になりますということで URL を貼り付けてもらいました。それから3番目、コメントされる方へと。コメントの責任はコメント主にあり、キャス主は一切の責任は負わないと。非のないコメントを理由にキャスに責任を転嫁することは固くお断りしますと。いいですね、ということです。そして砂ずきんさん、そして K さん、今日は早い、これ読みましたね。そして砂ずきんさんが今日のメインテーマをリツイートしてくれました。ということで、そして今日の放送の前にですね、砂ずきんさん、2020年米大統領選挙シリーズ1、サルタ・サヨ ND 代表オンライン講演会と。2020年大統領選後を読み解くと、日米関係の現状と今後の課題、 IWJ ですか。それから砂ずきんさん、渡辺通信10月2日、
学術会議問題、いよいよ菅政権の本質が出てきたと。もう本質なんて分かってるんですよ。あれほどの国家権力犯罪を7年8ヶ月間続けてきた、ありとあらゆる国家権力犯罪を7年8ヶ月にわたって犯してきた安倍事故、ファシスト政権のナンバー2だったんですよ。だから今頃彼の本質が出てきたなんていうほざくことないんですよね。みんなの前から分かってるんですよ。から砂月さん、社説沖縄予算概算要求自主性尊重の原点に帰れと、琉球新報ですか。それから砂月さん、シリアから代理テロリストを送り込むアゼルバイジャン、アルメニア対立に拍車をかけるトルコと。これはそうですね、トルコ経由でシリアの、イスラム国の兵士たちが送り込まれてアゼルバイジャンにというのをマクロン、フランス大統領が言ってますね。おそらく本当でしょうね。ということです。Kさん、革命というのは変化に対応できる体質がなければなりませんと。革命は流れる水であるかもしれませんと。古いものを洗い流し、新しい息吹を育てると。そうでしょうね。革命っていうのは構造から破壊すると、解体するとこういうことだね。構造物、一番下部組織の構造物をそのままにして建物だけを改修するっていうのは革命じゃないですよね。改良なんですよね。だから今まで、ほとんどの人たちは下部構造のいわゆる支配と搾取の基本構造をそのままにして 上物の建築物、建屋が古くなったか、ここに水漏れがしてると、雨漏れがしてるということで修理しましょうということでしか言ってないんですよね。根本的に変えないといけないというのは革命なんですよね。ということで今日のメインテーマの主だったところをポイントをアップしますね。今日のメインテーマナンバー3、我々が目指す共生共有人間資本主義とは、社会とは何かということですね。一番重要なことですよね。で、人間はこれ重要なんですけど、物質資本に 100% 依存しなくちゃいけない、生存できない生物であるから、資本主義っていうのは永遠に続くと。で、変化するのは資本主義の各段階だと、そういう基本認識を持たなきゃいけないってことなんですね。土山純一さん、です。いつもありがとうございます。コンティニーコイン2枚と お茶箱10ですね。人間の本質はそういうものなんですね。だから資本主義を打倒して共産主義社会、社会主義社会になるんだっていうのは間違ってるんですね。で、現在我々が生活している資本主義の段階は狩猟採集社会から数えて7番目の超金融資本主義の段階であると。そういう段階に我々は生きてるんだという認識が必要なんですね。だからそれを変える必要があるということでしょう。それじゃあ資本主義の段階とは、各段階とは何かと。第一段階、これ狩猟採集の段階ですね。自給自足、物々交換で、原始農業社会と、農業による自給自足、物々交換、そして、交換のために通貨が登場したと。石とかですね、金属、銅、
して第3段階だと原始農業主義、農業社会、原始農業資本主義ということで、あ、農業資本主義だ、農業、3番目は農業資本主義、封建領主が土地を独占し農民を支配した時代と、ヨーロッパ各国には世俗権力の絶対王政と神権のバチカン教皇権力の二重支配が、これはまあ封建制度、封建社会ですね、世俗権力とそれから神的権力、これが二重支配した。で、金細工師っていうのは金庫に預かった他人の金を元に金貸し業を開始と、金貸し証文が市場で紙幣として流通し始めるということですね。金融の始まりですよね。で、第4段階、商業資本主義は農業資本主義経済の発達から登場したに、商人が商品生産と流通を支配し消費を拡大させ、商業資本の蓄積を実現したと。ということですね。これが第4段階の商業資本主義。そして第5段階の産業、あ、金細工師が金貸しから銀行業に、銀行家になると。で、金貸し証文が紙幣となり市場に流通したと。で、一番最初の民間銀行、イングランド銀行が1694年。できたんですね。そして第5段階で産業資本主義ということで、銀行の信用創造によって、紙幣マネーが急増したと。紙幣マネーは主に産業育成と拡大に投資され、実体経済の飛躍的拡大を実現させたと。で、これが産業革命だということですね。だから金融が産業、実体経済を飛躍的に、産業革、飛躍的に増大させたという、本来の金融経済の役割はここにあるわけですよ。実体経済を破壊するんじゃなくて、実体経済を、ああ、これダメだ。実体経済を発展させるための金融経済と、これが産業革命であると。そして6番目が金融資本主義と、銀行の信用創造による紙幣マネーが激増して莫大な投機マネーを生み出し、投機マネー経済が実体経済を凌駕したと。そういう時代なんですね、金融資本主義は。でも金融経済の規模っていうのは今ほど実体経済の数十倍の規模には膨らがってないと。なぜならば金本位制だったんで、金の総量に、金融経済の規模も実体経済の規模も制限されたんですね。しかし金本位制によって、投機マネー経済と実体経済の経済規模は金の総量に規制されたと。いうことですね。K さん、日本の場合8年近く前の政権がやってきたことを事実上仕切っていた人物が後継者となって安倍晋三内閣の方針をそのまま受け継いで、さらに憲法を守らず展開してきたこと状況と、
米国支配の間は集団自衛権を持つことの危険性は非常に大きいと、そういうことですね。そして欧州ロシア時計というのは1815年にイングランド銀行を支配し、1815年ですね、これはあの不仏、ナポレオンとの戦争に勝って、莫大な資金を得て、それでイングランド銀行を買収しちゃったんですね。で1913年に米国に、中央銀行連邦準備制度理事会というわけのわかんない名前をつけて、あたかも国家が関与している、連邦政府が関与しているような名前をつけたんだよ、連邦。実は 100% ロシア領土の民間銀行なんですね。これを謀略によって設立して、米国の通貨発行権と管理権を手中にしたと。これがもう決定的なあのメルクマールでしょうね、彼らの。だからマイヤーアムシェル・ロシアイドが言った1790年に言った、私に一国の通貨発行権と管理権を与えようと、そうすれば誰が法律を作ろうとそんなのは関係ねえよと、まさにそれが実現しちゃったわけですよね。そして第7段階、超金融資本主義と、これが我々が今生活している資本主義の段階と。で、きっかけっていうのは、ここで切りますかね、第7段階。で、1971年、ニクソン米大統領は突然ですね、ドル金の打艦停止を発表した。いわゆるニクソンショックによって投機マネー経済と実体経済の経済規模は金の裏付けがなくなり無限拡大されたと。これはもうニクソンショックというあの言葉で、騙されてますけど、ものすごいあれですよ、ことなんですよね、これね。だから金の裏付けが一切なくなったわけですよね。金の裏付けがなくなり、その無限拡大が可能になったと。これはもう彼らにとっては革命的なことですよ。我々一般庶民にとっては最悪のことですよね。それが認識されないまま実現しちゃったと。それ以降、ロシアと国際金融マフィアが支配する各国の中央銀行は政府に干渉されることなく紙幣マネーを大増刷して、莫大な投機マネー市場、ここで切りますね、金融経済の無限拡大が可能になったんですね。で、博打経済である、金融経済を実体経済の数十倍規模に膨張させたと。それがこのニクソンショックなんですよ、1971年。その結果、世界各国で人々の役に立つ価値を生み出す実体経済が価値を生まない博打経済である金融経済に破壊され始めたんですね。その結果、貧困、戦争とテロ、地球温環境破壊が世界規模で拡大再生産されると。結局、金融経済が実体経済の価値、利益を簒奪して、どこに投下するかといえば、彼にとって、
一番儲かるのが戦争なんですよね。戦争を勃発させるためにテロを働くと。そして、地球温暖化による地球環境破壊がどん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 進むという結果になるわけですよね。で、それじゃあ超金融資本主義社会とは何かと。それは金融が人間を支配する社会と。こういうことなんですね、一言言うと。主人公は金だと。金融だと。で、超金融資本主義社会とは何の価値も生まない博打経済である金融経済が我々一般庶民の生活そのものである実体経済がですね、ここで切ります。実体経済が生み出す価値を簒奪して奪い取って生み出す価値を簒奪して実体経済の数十倍の規模に膨張して実体経済を日々破壊しながらさらに膨張する。金融が人間を支配する社会と。そういうことなんですね。それじゃあマルクスとエンゲルスが言った共産主義革命によってこの金融が人間を支配する社会が革命されたかという問題なんですね。全然革命されてないですね。ユートピアは来ると言ってたんですけど、ユートピアどこじゃないと。独裁国家、独裁、一党独裁社会しか来なかったと。マルクス・エンゲルスの共産主義革命理論は労働者階級を支配し、搾取するのは資本家階級であると主張しているがと。不思議なことに金融が支配と搾取の主体であるというふうには一言もどこにも書いてないんですね。隠してるんですね。ということはマルクス・エンゲルスが1840年かな出版した共産党宣言は一体何の目的で出たのかというのは、金融のことを一切書いてないということは、金融家が銀行家ですよね、ロシアで国際金融マフィアがすでにその背後にいて、そのような共産党宣言という共産主義革命理論を労働者階級を騙すために出したんだろうと。で、マルクス・エンゲルスの共産主義革命理論は労働者階級が資本家階級を打倒して私有財産を放棄して共産主義革命を行えば資本家による搾取のないユートピア共産主義社会が来ると主張し、世界各国で共産主義革命を実際に起こしたんですね。なんだ、資本家による支配と搾取のないか、支配と搾取のない、これユートピア共産主義社会が来ると主張して世界各国で共産主義革命を実際に起こしたんですね。
で、しかし共産主義革命を成し遂げたソ連、東欧社会主義諸国、中国、共産、北朝鮮にやってきたのはユートピアではなくて、放棄された私有財産を支配した共産党エリート官僚による一党独裁社会、全体主義国家であったと。話が違うじゃないかということですよね。で、結局のところマルクス・エンゲルスの共産主義革命理論というのは、労働社会機を騙して全ての私有財産を放棄させ、共産党に譲渡させるための騙しの革命理論だったんじゃないかと。いうことですね。金融とか銀行とか金融経済には一切言及してないと。これは怪しいですよね。それじゃあ我々が市民革命によって実現を目指す共生共有人間資本主義社会といってどういう社会なのかということですよね。で、それは共生共有人間資本主義社会というのは狩猟採集社会から数えて第8番目の資本主義の段階であるということですよね。で、その社会の特徴として20挙げたんですけど、特徴とは何かと、どのような、あ、これか、1、2、3、1、2までですね。20割れたら結構アップするの大変ですね。権力による支配と搾取、抑圧のない自由な社会、権力による搾取と貧困のない豊かな社会と。から3、4、5、6までいきますかね。3、権力による差別と選別のない平等な社会。4、権力により洗脳と嘘のない正直な社会。5、個人の命と生活と尊厳が守られる幸福な社会と。6、兵器と戦争とテロと難民のない平和な社会と。6ですね。から7、8、9、10、10までかね。7、子ども、女性、高齢者、障害者、低所得者などの弱者、社会的弱者が守られる安心社会と。8、人間の命と動物の命、動植物の命と自然が守られる持続可能な社会と。から9番目、権力犯罪と権力乱用が摘発され、責任者が処罰される社会正義が貫徹する公正な社会と。10番目、事実と真実のみが語られるタブーのない開かれた社会と。ただコロナ蔓延のイタリアに大量の医師団を送ったキューバは立派だ。そうですね、キューバだけじゃないですか、例外的に。だからソ連の影響を脱したわけでしょうね。ソ連型、いわゆるボルシェビキ型社会主義、共産主義の首輝きから彼らは自らを解放したんでしょうね。だからキューバ型の社会主義革命、共産主義革命は成功したんでしょうね。世界で唯一。だからゲバラがいたってことは大きいんじゃないですかね。カストロっていうのは、まあ、後ろ盾のソ連に守られてるので、
それに反発して外に出たのがゲバラですよね。だからゲバラの革命理論があのキューバの今の革命を実現させたというふうに私は思ってますけどね。ゲバラがいなければソ連型の同じような独裁、一党独裁国家になってたんじゃないですかね。ああ、それから10から14ですね。11位か、国民の知る権利と学ぶ権利が保障される知的な社会と、12、民意が直接政治と行政と司法に反映される直接民主主義の社会と、スイスみたいなもんですね。13、金持ち、政治家、公務員らの特権を認めない平らな社会と、14、中央集権を否定し地方分権を保障する分権社会と、ドイツみたいなもんですね、地方分権。から16、17、18、この2つかな。16、国民の上位に位置する天皇や国王を認めない主権在民社会ですね。17、人間の上位に位置する神や神の代理人を自称する法王や教祖を認めない非宗教社会と。いいですね、これ宗教なんかいらないんですよ。から18、これは長いから一つですね。18、自国のことのみを考えるのではなく、全世界の国々が同じように平和で豊かで人間の尊厳が守る社会になるように努力する世界市民社会だと。いいですね、これも。で19、これも長いですね。19、核兵器やミサイルや戦車や爆弾や自動小銃や爆撃機や戦闘機や空母や潜水艦や化学兵器や細菌兵器や気象兵器などの戦争兵器と大量殺戮兵器と兵士がない無戦争社会と。だから憲法9条が目指してたのはこれでしょ。ただマッカーサーは集団的、個別自衛権をも奪っちゃったんですね。独立国として最低限持つべき集団的自衛権すらも奪って、全て、の国、日本国の安全保障を 100% アメリカに依存させたということなんですね。20番目、国の経済は人の役に立ち価値を生む実体経済が主体で、人の役に立たない価値を生まない金融経済が大幅に縮小される人間中心社会だと、ということです。かなり長かったですけど、今日のメインテーマはそういうことです。もう54分か、ちょっと長かったですね。今日のメインテーマはそういうことです。そして、次に、朗読かな、第3部、今日の推奨本ですね。これの、この本自体はいいんですけど、この本、書いてる、小池百合子という人間はもう本当、どうしようもない人間ですよね。安倍晋三と同じぐらいどうしようもない下劣な、自分の野望を実現するためには何でもするという典型的な、上昇志向の強い人間ですよね。だから読むのが嫌になりますよね。読んでてバカらしくなるっていう。なんでこんな女が、なんでこんな人間がですね、
国会議員になって大臣になって今は東京都の都知事になると、1100万人の東京都民のトップに立ってるとこういうことですよね。問題はなんでなのと。今日読むところが第51回、あ、そっか、昨日読んで長すぎたんで途中でやめたところですね。都知事への出馬表明と、その中の後半です。1、2、3ページ、ちょっと3ページです。読みますね。都議会といきなり解散、都議会をいきなり解散するという、だからそんな権限に都知事は与えられてないと。財源が豊富な東京ではさまざまな利権が生じる、それを一つ一つチェックしていくと、それができてこそオリンピック・パラリンピックも喜んでもらえることになると。どんな利権があるのかということですか、これについては目安箱を設けたいと思いますと。松添さんの問題は第三者の目を入れる人選は公募を考えていますと。第三者委員会を立ち上げてまで辞任した松添の責任を徹底して洗い出すという、世間には政治と金の問題に小池が果敢に切り込もうとしていると映ったことだろうと。しかし過去における両人のいきさつを知っている人たちは全く別の考えを持ってこの記者会見を見ていたと。これは彼女の復讐なのかと、私的な報復に公人としての立場が利用されているのかと。小池は久しぶりにスポットライトを浴びる会館に酔っていたと、次から次へと言葉が繰り出されたと。私自身親を自宅で看取りました、これについては本も聞したところでございますと。みんなが当たり前だと思っていることをそろそろやめませんかということを提言したいと。クールビーズの発想ですと。例えば満員電車、長時間働けばそれだけ会社の利益が上がるわけじゃありませんと。代もなくなると、これは予算はいらないんです、意識を変えるだけでいいんです。前から液体ミルクの例も申し上げているんですが、要は生活している方の目線に立って大きな大義を繰り返して言ってもなかなか響かないと。莫大な予算をつけても動かない、やっぱり皆さんの心をつかむことが必要なんですと。この東京からアベノミクスをもっと引っ張っていけるような東京都知事になりたいと。崖の下にパラシュートなしで飛び込む覚悟でございますと。何言ってんだろうね。都連会長の石原は小池のこの記者会を見て激しく反発したと。東京都連に属しながら小池さんは会合にこれまでほとんど出てこなかったと。ブラックボックスと批判するが、会合に出てこなければ白か黒かわからないじゃないかと。その後2人の応酬が続いたと。都連の会合があっても私にだけ日程を教えてくれないことがたびたびあったと。小池さんはだいたい今まで都政に興味なんか持っていなかったと。無関心で何も知らないと。都政には前から関心があった、それというのも猪瀬さんが都知事を辞めることになった際、石原さんのお父さんである石原慎太郎さんから都知事選に出ないか応援すると出馬を促されたことがあるからだと。自民党の都連会長の石原対小池という対立の構図が出来上がり、世間は面白がって、打ち騒いだと。女がたった一人で自民党都連という巨大な敵と戦おうとしている、完全懲悪の芝居として。だが小池百合子と石原親子の因縁を知る人の目にはこの光景もまた別のものとして映ったと。カイロに日本料理店なにわを出店させる前まで、長道院大閣は東京で裕次郎をカバン持ちに使っていたとする、すると、ある日、石原慎太郎と裕次郎が長道院の事務所で鉢合わせしたと、長道院が振り返ると、裕次郎は興奮して、石原先生、わち、あれですが、石原先生のお手伝いをさせてもらおうて、自分も選挙に出た神戸の小池ですわと一生懸命説明しよったと。だが石原はほとんど無視するような
感じ合ったと。石原もそういう男だからな。金の切れ目が縁の切れ目だ。裕次郎は確かに石原になけなしの金を使っただろうし、選挙も手伝うだろう。でも石原のからすれば谷町でも何でもないと、自分に寄ってきた破片だと思っておると。石原も裕次郎も利用したし、裕次郎も石原を利用した。でも考えてみれば百合子はまだ高校生だったから、もしかしたら父親の、ホラを信じよったかもしれんと。石原に金を突き込んで家が傾いて破産したんやと信じ込んだ。いや、もう百合子は思いたいんやろうと。都知事選に出ると決めた小池は衆議院議員を辞職したと。自民党と対立して飛び出していこうとする小池にねぎらいの言葉をかけ、拍手をして送り出すような雰囲気はもちろん党内には全くなかったと。井ノ口邦子議員が振り返ると、あれは多分小池さんが議員会館から引き上げる日だったんだと思うんですねと。井ノ口は偶然エレベーターホールで小池と鉢合わせしたと。荷物を抱えた小池さんとばったり出くわしたんですと。私が何か言おうとしたら小池さんが私を制するように一言こう言ったんですと。失うものは何もないのよって、あれは私に対してではなく彼女が自分自身に向けて言った言葉だったのかもしれないと井ノ口は思ったと。ずっと自分は失われていた、そう言いたかったのではないかと。ここまでですね。そして来週月曜日は悪い者たち、男たちを相手に戦うけなげなヒロインと、こういう対立構図ですね。51回目か。あ、52回目ですね。52回目です。ということです。そして、2冊目の本、鈴木恵子さんの新天皇の時代は世界大崩壊の時代となると。こっちの本の方がよっぽどためになりますけどね。今日は金正恩が朝鮮半島を統一すると、こういうところですね。3ページですね。で、2019年北朝鮮は何度もミサイルを発射すると。この行為の向こうには何があるのか、待っているのかと。北朝鮮が挑発を続けるのならばやがて核戦争が勃発しても不思議はないと。投資1、金正恩は核戦争勃発を覚悟していると。彼は死などは恐れないと。彼の立場は生きるか死ぬかの瀬戸際なのだと。対外的にも対内的にも彼の立場は万石ではないと。国内情勢だけを見てもどこかが崩れれば万事が崩壊するというのが実情だと。そんなことは彼は重々承知していると。彼の心は誰かと頭を下げて生きるよりやるだけやって死んでしまうということだと。彼はこの世を支配する悪魔、地球支配階級の存在を知っていると。投資に金正恩は地球支配階級との関係に自信を持っていると。だがここには裏表があると。先に述べたように地球支配階級にとって金正恩は利用して捨てるだけの存在だと。彼らは悪魔なのであると。そのことは金正恩も承知している。だからといって今さら何をどうすることができるんだろうかと。どうにも何はしないと。金正恩は全てを知りつつ危ない橋を渡っているのだと。投資さん、金正恩はトランプなどは恐れないと。金正恩が見ているのは韓国でも日本でもないと。なぜならば日韓両国はへの、突っ張りにもならない愚かな国家だからであると。彼が見ているのは米国だけだと。2018年6月シンガポールで米朝首脳会談が行われた。2019年2月ベトナムで、米朝首脳会談が行われたと。2019年6月韓国ハンモン店で米朝首脳会談が行われたと。で、3度目の米朝首脳会談ではこれに先立つ顔合わせの際、トランプは現職の米国大統領として初めて南北軍事境界線を越えて北朝鮮側に入国したと。2019年6月、右のようにして米朝首脳会談は
実施されているが、格別の進展は見れないと。ここでは両者の関係をどのようにまとめ、あ、このように次のようにまとめておくと。キム・ジョンウンは米国の情報を求めているが、トランプがそれに応じるはずもない。だからといってトランプが北朝鮮に強硬に出ることもない。米朝の力関係を考慮しつつ、第三者が客観的にあるいは無責任に両者の動きを見るとどうなるかと。キム・ジョンウンはよくやっているという評価になるのではないだろうかと。念のためだが、本書はキム・ジョンウンに加担しているのではないと。本書の立場からはどちらも悪魔だと。本書では客観的にあるいは無責任に両者を見ているだけだと。で、さて近未来の朝鮮半島はどうなるかと。近未来、近未来予測1、キム・ジョンウンが朝鮮半島を統一すると。先には朝鮮建国の背後に大日本帝国憲法の残章が存在することを述べた。なぜ彼らは北朝鮮を根拠としたか。それは北朝鮮は地下資源の宝庫で、北朝鮮人は勤勉だからだと。大日本帝国が苦戦を強いられていることになったのは、日本列島には資源がなかったからであると。それゆえ大日本帝国は資源を求めて朝鮮半島、北朝鮮エリアに侵攻したと。大日本帝国の残長が米国との最終決戦に勝利し、大日本帝国の復活を実現するためには北朝鮮の地下資源と北朝鮮人の勤勉さが必要だと。キム・ジョンウンが大日本帝国の残長と共謀しているか否かは明らかではない。だが北朝鮮の利点、地下資源と北朝鮮の勤勉さは明白だと。そしてそれにキム王朝の血脈支配が乗ってくると。この北朝鮮情勢と韓国の情勢を比較するとどうなるかと。韓国では大統領は次々に弾劾されて消えていくと。現在のムン・ジェインもいつどうなるか分からないと。韓国の腐敗は甚だしいのだと。それに比較してキム王朝血脈支配は有利であると。キム・ジョンウンが朝鮮半島を統一するとどうなるかと。近未来予測に、地球支配階級は統一朝鮮を日本国に対抗させると。ここで考えるべきは何なのかと。それでこの章の最後ですね、来週の月曜日読むと、朝鮮半島の動きの背後には地球支配階級が存在すると。こういうことですね。かなり大胆な読みですけどね。ということで今日読んだところを トピックスですね。石井太鼓長、キム・ジョンウンは死亡しているようですけど、シナリオが変わるのではと。生きまるまさん、なんかこの間の写真なんか見てても替え玉じゃないみたいですね。なんかね、安倍みたいに一時期弱ったけど、なんか特効薬かなんかの効果が効いて再登場したんじゃないですかね。そういうふうにしか思えないですね彼。ジョシュア・マーティンさん、出版されてすぐに読めましたが、小池百合子を担いだおっさんどもの責任だと思いましたという。そうですね、何でもあれだよね。利用できるものはどんどん利用すると。だから彼女も利用、自分で利用されてもそれの10倍ぐらい利用するというしたたかさを持ってるんですよね。今日読んだところ、都知事選への出馬表明の 2-2 ですね。だから彼女があれですよ、たぬき顔をしてるっていうのは馬鹿し合いが得意だってことでしょ。たぬきに失礼だよね。 K さん、1月に心臓の手術を受けたが亡くなったみたいですね。私もそういうふうに見てたんですけどね、この間の、
写真なんか見てると、死体の傷含めて、替え玉ではないような感じするんですよね。 K さん、4月にはかなり大変な状況だったみたいですが、心臓への手術は成功したみたいですよと。中国のではなく金正恩の直接の担当医師が行ったと。中国の医者ではなくと。なんかフランスからもなんか医者が入ってるんですよね。ということで、一時期かなり重篤な状況になったというのは確かだと思うんですけど、その後半年ぐらい経ってますけど、急速に回復したということじゃないですかね。それから鈴木恵子さんの、でもあれほど太って、糖尿とか高血圧とか患ってるんで、そう長くはないんじゃないですか彼。だから妹に権限の移譲を急いでしてるんですよね。ということです。のこのこさん、コンティニコインですね、ありがとうございます。そして今日の第4推奨本の次は第4部で、日本と世界の最新情報で、新型コロナ感染、最新情報の国内ですね。10月2日、462人が新たに感染で、4人が死亡と。これが NHK ですね。それで、国内の感染者の数が85,508人、死者が1,600人になったと。東京はプラス196名で、感染者が26,169と。から大阪はプラス0なんですね、16,69。神奈川がプラス66、7,035。次に愛知がプラス19で5,415と。福岡がプラス0、埼玉がプラス30、千葉がプラス34。やはり東京を中心にして、その周辺で広がっていると。沖縄がプラス25ですね、大きいですね。そして感染者が一番少ないのが岩手県でプラス0で23人、次に鳥取県でプラス0で36人ですね。青森がプラス1で37ということですね。そしてPCR 検査の数が29日、これ同じじゃない、昨日と同じですよね。これがNHK です。で、世界での感染最新情報として、これは AFP 日本語版の10月2日付ですね、1日現在の死者が101万8千人になったと。で、感染者数は3404万人になったと。196の国地域で、1日、9月30日、1日で世界全体で新たに6206人が死亡したと。30万4900人が 新規に感染したと。死者の増加幅が最も大きいのはインドなんですね、1181、次いでブラジル1031、米国964と。この中にトランプ夫婦も入ってるんじゃないですか。で、最も被害が大きい米国ではこれまでに20万6959人が死亡、723万人が感染したと。で、次いでブラジル、死者が14万3900、感染者が481万人。で、インド、死者が9万8600、感染者が631万人。だからアメリカの723万人次いで多いんですね、インドはね。メキシコ、死者7600、感染者が74万、英国死者が42100、感染者が45万と。で、人口10万人あたりの死者数が最も大きいのはペルーの
98人、ベルギー86人、ボリビア68人、スペイン68人、ブラジル68人、から中国本土で発表された死者数は4634、感染者が8万5400と、そういうふうになっています。Kさん、現在36歳ぐらいですけど、50キロぐらい太ったんじゃないかというふうに把握してますと、成人病行きですね、もう成人病の典型でしょうね。あれほどまあストレスがあって、だからあのアルコール、アル中状態でもあるし、ありとあらゆる病気かかってるんじゃないですか。NHK ですね。それと AFP。全体で101万8000人の死亡者と、感染者が3200万人と。そして今日の画像ですね。今日の画像は今日のいつも忘れてるんですけど、昨日の、メインテーマ、昨日の放送のメインテーマですね。これを表紙にしていただきました。このようにいわゆるイルミナティ FRB、 そしてこれがあの 99% の世界地球市民が 1% のロシアと国際金融マフィアに金を貢いでると、金を取られてるという、これですね。それと今日の、地元産の有機米 100% を実現した千葉県いずみ市の小 学校給食と、こういう、これそうなんですね。千葉県のいずみ市、いすみ市っていうか、いすみ市っていうのそこで学校給食に地元の 100% 有機米を使ってると、こういう記事ですね。長州新聞の記事ですね。これいいことですよね。だから地方の自治体っていうのは国と違って頑張ってるんですよね。ということで今日のトピックス、トランプ大統領とメラニア夫人新型コロナ検査で陽性という、まあそうですよね。マスクもかけない、それから社会的距離も空けないと。でコロナに感染するのはまあ時間の問題だったんでしょう。だから大統領選挙を控えて、非常な大打撃でしょうね、彼にとってはね。それから2つ目、トランプ氏は敗北したら選挙結果を拒否できるのかと、これなかなかいい記事です、AFP。結局彼は特に郵便投票がハイジャックされているということで、絶対認めないんですよね。そして結局、最高裁に、最高裁での法廷闘争になって、で、だから欠員の1名を彼の女性、保守派の女性判事を早く最高裁判事に任命させるということで、9人のうち彼女が入ると6対3になっちゃうんですね。圧倒的に保守派が増えちゃうということで、結局最終的に最高裁の自分たちの指示に従う最高裁判事を使って、この選挙が、自分は敗北してないんだということを最高裁の お墨付きを得ようとするという最後のあがきでしょうね。から3番目、学術会議人事介入むき出しになった言論弾圧首相の本性という、日刊現代ですね。そして、4番目、これ田中隆作ジャーナルさん、
学術会議名簿は6人が外された状態で決裁されたと。だから内閣府が6人を名簿から外しちゃったんですね。105人のうち6人だから96人のリストを作って、それを菅に提出して、それを認可させたという出来レースですね。から5番目、トランプ氏、新型コロナ情報拡散の誤情報拡散の最大の立役者だったと、米研究ということで、これ AFP ですね。そうでしょうね。彼はなんか画期的な治療法ができたんだって言ったんですね。奇跡的な治療法と。これはなんか消毒液を使うんだという、ま、あのバカなことを言い出して、それをきっかけにして、偽情報が拡散したとこういう研究が出たんですね。コーネル大学の研究チームが発表したということですね。で、6番目、新型コロナ感知者の10人に9人が後遺症と。これは恐ろしいですね。最も多い症状は倦怠感と、ハンギョレ新聞の9月30日。だから後遺症が残るんですね。特に後遺症として倦怠感、それから集中力が散漫になる、あるいは嗅覚から味覚の損傷、心理的精神的後遺症ということなんですね。10人中9人ですって。何らかのってことは脳細胞がやられるってことですよね。そうらしいですね。これが今日のトピックスです。そして今日の注目情報として、先ほど紹介した長州新聞の世界中に広がるオーガニックの波と、子どもたちの給食を有機食材にする全国集会が世田谷で行われたということですね。9月の25日ですね。主催が世田谷区の学校給食を有機無農薬食材にする会と、子どもたちの給食を有機食材に関する全国協議会準備委員会の共催で開かれたと。オンラインでも公開されたということで、ですね、これは画期的ですよね。で、世田谷の保坂区長もオンラインで挨拶したと。から元の山田雅彦さん、元の農林大臣が報告を行ったという長い記事なんで、全文は転載できなかったですけど、これぜひお読みください。そして最後は今日の重要情報として、菅首相が総理番記者60人と朝食付きで完全オフレコ懇談会、記者会見を制限しながら裏で怪獣と、丸み込まれる大新聞とテレビ局という、もう日本のマスコミは完全に腐っちゃってるよね。だから我々が頑張らないとどうしようもないんですよ。ほんとひどいね。だから戦前並みでしょ。ほとんど大本営発表を垂れ流してる状態じゃないですか。ということで、今日のトピックスのタイトルだけアップしておきます。なんだっけ、あ、そうか、トランプとメラニア夫人が感染したという。そうなるでしょう。あれほどマスクなんかいらねえよと。そのうち寒くなれば自然に下火になりますよというデマを流して、バカにしてたわけですよね。マスクするとか。それと2番目、トランプが敗北したらどうなるかと。認めないだろうと。で、最高裁
連邦最高裁まで持ち込むだろうと。で、菅朝食会に出ない政治部記者は村八部という、そうですよね、村社会なんですね。だからもう日本のマスコミ一切拒否した方がいいですね、僕らね。だから学術会議介入、むき出しになった言論弾圧、首相の本性ということで、日刊現代だ、読売とか産経とか等々はひどいと、 NHK もひどいと。でも毎日とかから何朝日とか日経はまだいいんじゃないかと、まだリベラルなところを持ってるんじゃないかというイメージがありますけど、そこがクセモンなんですよね。全く彼らは同じですよ。表は一見リベラルですけど、全部裏は同じなんですよ。産経とか読売とか日本テレビとか NHK とか騙されてるんですね。砂月さん、政権批判のキャスター、コメンテーターはすでにマスコミから排除と。これは菅がやったんですよ、ナンバー2として。だそれをナンバー1として継続してやってるということでしょう。だから新聞は購読しないと。購読するとしたら東京新聞あるいは長州新聞、それでなんだっけ、でテレビは一切見ないと。それでいいんじゃないですか。彼らに打撃を与える手段として。からトランプは嘘情報の最大の立役者だという研究論文が発表されたと。これだけ破天荒な大統領を支持する人がまだ 40% いるっていうのは不思議ですよね、アメリカっていうのはね。それは全部あれですよ、キリスト教原理主義右派の信者ですよ。カルト宗教の信者ですよ、40%。いわゆる新約聖書の言ってる神とこの世は1週間で神が作ったんだと、人間とこの世の中は全て神が1週間で作ったんだという全くの大嘘ですね、信じてる人が 40% いると。アメリカは宗教国家なんですね。コンチニコイカーズかわいいというところですか、ジョシュア・マーティンさん。宗教国家ですよ、そこは。だって大統領の宣誓式に普通だったら連邦憲法をの上に右手を置いて、左手を置いて右で宣誓するですけど、違うんですよね、聖書なんですよね。そして、連邦最高裁の長官が就任式で宣誓する場合も憲法じゃなくて聖書なんですよね。そんな国あります？そして大統領のコメントは必ず神の御加護というふうに言うんですよね、最後ね。何なんだろう、宗教国家ですよ。で最後なんだっけ、これか、御用記者だ。もう日本のいわゆるメディアは腐敗しきっちゃってるという認識の方がいいんじゃないですか。幻想を持たないと。日本の支配構造のからくりと闇の深さ、参考になると思いますということですか。はい、ということで今日金曜日の放送はこれで終わりです。時間がちょうど1時間半ですね。
今日のメインテーマが結構長かったんですけど、一応1時間半で、配信妨害なかったですね。よかったですね。ジョシュア・マーティンさんですね。マスコット、キャス君か。マスコットです。ということで、今日の放送はこれで終わりです。同時間で視聴されている方が20名、全体で60、80、88名様、コメントが80件ということですね。ということで、お疲れ様でした。砂月さん、たくさんのコメントと、たくさんのコンティニューコメント、たくさんのギフトいただきました。ありがとうございました。で、明日土曜日、日曜日は放送ありませんので、また来週月曜日ですね。よろしければまた合流してくださいということで、お疲れ様でした。今日の放送、これで終わりです。